はい、皆さんこんにちは、 WT のトールです。はい、ということで今日はですね、前回の独り言ラウンドのパート2ということでやっていきたいと思います。はい、で、前回は調子を確かめるために、まあいろんなドライバー使ってやっていたんですけど、今日はね、前回の動画でも言ったようにユーティリティとか、まあ、アイアンメインでやっていこうかなというふうに思ってます。はい、であの後ですね、ちょっと、まあ、練習とかいろんな周りの話を聞きまして、実際ビッチぐらい早くハンドファーストにして打てば、まあ上がるんじゃないかというような話になって、やってみたら実際とりあえず上がりました。良かったです。でも良かったんですけど、早く上げなきゃいけないので、なかなかこう微調整が効かないというか、冷静さをなくすとかじゃないんですけど、まあ、ちょっとまだ不安定要素があるのかなっていうので、今日はねユーティリティとか、まあ、アイアンを使って、まあ、また前回4ホール回りましたけど、今日は3ホールくらいそんな感じで回っていきたいなというふうに思います。はい、ということで行ってきまーす。はい、ということでね、前回も回った7番ホールからちょっとやっていこうかなと思うんですけど、これ一応ロングなんで、この U さんを使って次のショットが、100、50とか多分残るかなと思うんで、まあ8番アイアンとか、まあ13、8番みたいな感じで打っていこうと思います。で、今日は前方ワックルしないんで、この前にだけこれを早くした状態で上げて、一応ちょっと昨日とかも練習したんで多少打てるかなと思うんですけど、こうして、で反対じゃないとか、ハンドにした状態をフェイス変えずに、ちょっとイメージよりもこうフックが強く入っちゃいましたね。はい、ということで今、ティーショットを打っていったんですけど、一応ね、今 U3 で打って、まあ、狙いはあの木の上をまっすぐ行くような感じで、まあ、打ったんですけど、打ち出しはね、あれよりもちょっと右に出て悪くなかったんですけど、ちょっと巻きが強かったなっていう風な感じですね。ドロー強めに入っちゃったみたいな感じで、で、昨日、あんまりちょっとこれやってよくなかったんですけど、なんか、ハンドファーストの度合いを強くする、もう結構自分の中じゃ大げさにもう、ハンドファーストにしてますぐらいな感じでやると、とりあえずクラブも上がるし、なんかこうフェイス面を合わせやすかったんで、今日はね、そんな感じで、ちょっと大げさな感じで、ハンドファースト強めっていうのを、今日はメインでやっていこうかなっていうふうに思ってます。ちょっと今のはね、あのハンドファーストにして、そうフェイスをこう被せた分を何も変えずに、このなんて言うんだね、この彫窟っていうんですかね。まああんな感じのその感じの崩さずやっていこうと思ったんですけど、ちょっとほどけちゃったのかもしれないですね。ちょっとスイング後で確認するんですけど、ちょっとそこら辺はまだ調整が必要になるか。自分がちょっと外から打ち込んじゃってるのかっていうのがあるんで、そこをちょっと調整しながら見ていこうかなというふうに思います。はい、今セカンドにやってきました。で、一応ね、あの奥に見えるヤードクイ150のエッジなんで、まあ、多分エッジから、何ヤードだあれ。
多分10ぐらい、160の多分ちょっと後ろに165、170ぐらいって感じなんで、それ7番でやっていこうかなと思います。ちょっと左足下がりなんで、まずは傾斜通りに立つのと、上から打ち込みやすいからちょっと右向くと、で球を上げようとしない、まず向くのは右エッジ、右エッジぐらいの方向に向いて、あとスタンス構える、でスタンス構えたところで、ハンドファーストにして変えないまま押して左に構えて、多分左のバンカーに入っちゃいましたね。はい、今セカンド打ち終わったんですけど、ちょっと当たりが良くなかったなーって感じで、先っぽ気味に当たっちゃったんで、感覚的にはちょっと遠く構えすぎたかなって思うんですけど、どうですかね、あんなもんなのかな。なんかもっとこう近く構えた方が、やっぱり横振りになればなるほど、左右の曲がりもちょっと大きくなるんで、もうちょっとスタンスじゃなくてボールと自分との距離近くした方が、ライン出しやすかったかもしれないですね。まあでも大きく外れてるわけじゃないんで、多分やりたかったことはまあ大体できてるのかなとは思いますね。はい、ということでちょっとアプローチやっていきたいと思います。はい、ということで今7番ホールがちょっとコース管理の方とばったり走行しちゃったんで、セカンド打った時点で出てきちゃいました。で、8番このホールが一応 A なんで335で、ここは一応この5番で200ぐらい打って140、上りも入れて40ぐらいを9番で打ってみたいな感じでやっていこうと思います。一応当たりがね、この辺なんですよね。ちょっと上っ面目ですよね。もうちょい下目に当てたいんで、ティーをちょっと高すぎたかもしれないです。はい、今セカンドホールにやってきたんですけど、思いのほか飛んでて、エッジ100の、多分120ぐらいしかないのかなっていうふうに思うんで、ちょっと今日はね、番手重いの持ってこなかったんですよね。なんで、9番でいただきます。で左足上がりなんで、斜面に対して自分がまっすぐ、地面にまっすぐ構える、でフォロースルー取らずに、ちょっと刺さるぐらいの気持ちで、で煽り打ちなんないように、
はまっすぐ。ちょっと左に引っ掛けちゃいましたね。まだちょっと多分こういってんだろうな、こうちょっとこのイメージなんですけどね。とりあえず今グリーン来たんですけど、このね距離感ぴったしなんでね、これがしっかりピンの方にとけばバーディーになるんですけど、ちょっと悔しいですよね。なんとかパーで上がりました。はい、今8番ホール終わってパーだったんですけど、最近ですねパターのダメだった理由がよく分かって、それですね、自分つま先足体重に結構重心を置いてたんですけど、これをかかと足に重心を置き始めてからもうかなり芯に当たるっていうんですかね、ミート率が上がってだいぶいいストロークができるようになってきました、前回のねラウンド動画の時はちょっとショート気味というか、イメージ通り打ってても届かないみたいなのがよくあったんですけど、今はね芯に当たったんで逆にちょっと大きいぐらいな感じだったんで、結構そのパターのね足の重心の位置でも結構変わると思うんで、そこねちょっと皆さんにも見てもらえたらなと、自分の分の確認をしてもらえたらいいかなっていうふうに思います。じゃあ最終ホール行ってきます。はい、ということで今最終ホールやってきました。で一応もう290ぐらいなんで、一応ね9番で打って残り100ちょいよ、58って感じでいこうかなと思います。今日まだね9番普通に打ってないんで、でさっき見てる感じだとなんだろうな、なんかちょっとこう懐になんかこう隙間がこう開いてるような感じなんで、ちょっと狭めにちょっとやってみたいと思います。
まっすぐ構える。で、ここちょっと狭めに1個分ぐらい。ちょっと噛んで当たりましたね。ボールの位置がちょうどいいのか今。ああ、そんなにフォークぶれてないんでちょっと悔しいですね。はい、ということで今最後のホールのティーショットを、まあ、9番アイアンで打ったんですけど、一応この懐近くこう自分とこうクラブのこの今なんだろう、拳1個分ぐらいのイメージで開けてやってみたら、方向性正直そんなに悪くなかったですけど、ちょっと噛み気味で入ったというか、思いっきり打ってないんですけど、ちょっと手前噛んだような感じの入りになりましたね。さっきまでの方が、なんか入り良かったような気がするんで、どうなのかな、多分自分の今の感じだと多分ね、結構上から入ってくるんで、近きゃ近いほど、カット気味に入ってしまうのかな、もしかしたら。ちょっと離した方が、ちょっとフラット気味に多少なるんで、そっちの方がどちらかというとまっすぐ入るのかもしれないと今、ふと思いました。と言ってもね、もう試合があさってなんで、今撮ってんのが。まあ正直今考えてもあんまどうしようもないんですけど、まあ方向性出てるんで、まあそこら辺は微調整しながらやっていこうかなと思いますね。ということでちょっと距離の残ったセカンドをやっていきたいと思います。はい、ということで今セカンドやってきて、多分100エッジの110、多分135ぐらい残ったんで、多分ちょうどね、まあ、9番じゃでかいかもしれないですけど、多分割といい感じで残ったんで9番でいきます。で、ここもさっきの復習、左足下がりでこういう風に来てます。ちょっと歩き出すぐらいのイメージで、左に引っ掛けるんでちょっと右を向く。あとは斜面通り、めっちゃいいぞ。お、今結構良かったですね。ほら、もう入りもちょバッチリで、ということで今絶好のバーティーチャンス、まあ、絶好じゃないですけど、ちょっとバーティーチャンス来たんで、思っているより曲がりましたね今。
どこに行ったか分かりません。はい、ということで今日も一人の一人ごとブツブツラウンドを見ていただいてありがとうございます。はい、ということで今日はねユーティリティとアイアンをやっていこうっていう感じだったんですけど、まあ個人的にはあんまりこうグリーンを外れるような大きな曲がりがしなかったんで、いろんなライン打ちましたけど、なんでそんなに思った以上に悪くないかなと思ったんですよね。昨日はすごいなんかもうあっちこっち行ってたんで、右行ったり左行ったり行ってたんで、どうしようかなと思ったんですけど、やっぱりねその時にやっぱりこう大げさに、多分最終ホールのあのセカンドみたいには結構自分の中で大げさにやるぐらいな感じでやった方が、やっぱりね自分より手が前にある方がこうなんだろうな、操作しやすいというか、自分より手が後ろにこうあるとなんか操作しにくいみたいなイメージがあったんで、なんで逆にね操作しやすくなったんで、思った以上にも分かんなかったです。ただピンには全然飛ばなかったんで、そこだけちょっとだなって思うとこあるんですけど、ミスもね、まあ、トップはしなかったですけど、ダフルカムとかだったんで、そのねミスも一定にならないのが嫌なんですけど、まあねグリーン内に行ってるってことは、まあ多分フェースの向き自体は悪くないんだろうし、まあとりあえずそこら辺は微調整できる人入ったかなと思ったんで、まあ、個人的にはちょっと安心です。本当に前方バックルの時はもうトップしかしなかったんで、まあ真っ直ぐは行ってましたけど、トップしかしなかったんで、もう全然打てるイメージなかったし、当たらないイメージだったんで、まあ、それがね少し解消されたんで良かったかなというふうに思います。はい、ということでね、ちょっとまあ、結局準備期間少なかったんですけど、まあ、試合に向けて頑張っていこうかなっていうふうに思うので、また応援の方よろしくお願いします。はい、まあ一応今回パート2なんですけど、まあ一応予定はねパート3する予定はないんで、まあブツブツラウンドファイナルということで、はい、っていう感じになるので、またねなんか機会があればやろうかなっていうと思うんで、また見てください。はい、ということでまたの動画でお会いしましょう。バイバイ。